チームの方でもとレギュラーとして2年間高校2年生の時からレギュラーとしてやってきてて、本当にたくさん経験も積ませていただいているので、その経験を今度はこっちの方で、まあ、生かすというよりは本当に自分の力に変えて出せればいいなっていうふうに思ってます。すいませんでした。そういうのしかないんですけど、これからどんどん自分でそういう誰にも負けない武器っていうものを作っていけたらいいなっていうか、研究段階です。今まではずっと竹下さんが全日本の中心としてやってこられてて、本当にセッターが変わるだけでチームも大きく変わってくると思うので、まあ、私色になってしまうんで、しっかりゲームを組み立ててスパイカーを使っていけたらいいなっていうふうに思います。